留学させていただく前はゼロっていうのがずっと続いてたんですけど、留学してから少しずつ売り上げが上がって7月ついに7桁102万2500円を達成することができました。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今回は英語音感トレーナーをされていらっしゃる受講生のニーナさんと一緒にね、実績対談ということで動画を撮っていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では入学の決め手教えていただいてもよろしいでしょうか。もともと私は英語コーチング英会話全般を教えていたんですけれども、北野さんのところの入学の前に別のコンサルを受けていたんですが、そこでは集客後のノウハウやっぱりを教わっていて、肝心の集客っていう部分が全然学ぶことができなくて、入っていただいた生徒さんはいらっしゃったんですけど、もともと私を知ってた方で教えてくれませんかっていう流れだったんですね。なのでまるっきり一からの集客っていうのは全くできずに1年間過ぎてしまって、このままでももう完全にストップしてしまう、そこでどうにかしなければって思ってたところで、北野さんのインスタライブを数ヶ月見ていて、最初の頃はなんとなく見てたんですけど、あ、北野さんだったらどうにかしてくれるんじゃないかっていうことで入学をさせていただきました。ありがとうございます。入学前の状況ってところもね、今おっしゃっていただいた通り、既存顧客からの売り上げは上がっていたけども、新規のリーチ新規客の獲得っていうところが苦戦していたという状態から、入学いただいてからの変化っていうところもね、売上面とか、あとインスタのフォロワー数ってところもちょっと教えていただけますでしょうか。インスタは一応アカウントはあるっていうだけの状態で、投稿も5投稿ぐらいしかしてなくて、そのままストップしていて何もしてない状態で、どんな風にやったらいいのかもわからないし、フィード投稿と理由の区別さえも知らないで、ストーリーズもよくわからないっていう、本当に何もわからない状態だったんですね。コルマラーさんは入学した時はちょうど100名ぐらいでした。今1000人を超えたところですね。すごいですね。開校が3月からだと思うんですけど、今度が撮ってるのはちょうど8月なので、大体5ヶ月ぐらいで900人か1000人近くまでバッと増えているっていう感じです。はい、素晴らしいですね。売上面的な変化っていうところはいかがでしょうか。北野さんのところに留学させていただく前はゼロっていうのがずっと続いてたんですけど、留学してから少しずつ売上が上がって7月ついに7桁102万2500円を達成することができました。ありがとうございます。ここから先は早速、ニーナさんがインスタグラムでどういう風に集客をされていたのかっていう具体的なポイントだったり、そして売上アップにつながった秘策っていうところもね、具体的に聞いていきたいと思うんですが、ではですね、今画面の方にニーナさんのインスタを共有させていただいてるんですけども、ニーナさんがインスタグラムで普段どういうところを意識して運用されているのかっていうところもですね、教えていただけますでしょうか。フィード投稿とリールとライブというのをバランスよく見れるようにするっていうところを意識しているのと、フィード投稿では使えるフレーズを使って発音を特化してものを提供しているので、音声も入れつつクイズ形式で見れるようにしております。リール最初は文字だったんですけど、今は自分で画面で顔を出しながら発音の解説をしていくという流れにしております。インスタライブの方は、北野さんのところに入ってからライブが絶対だっていうことを教わったので、すぐに行動に移して3月から入ったんですけど、3月の最初の週から週2回今までやり続けています。素晴らしいですね。今僕もアーカイブ見させていただいてるんですけど、週2でねされてらっしゃるということで、週2でできなかったとしても最低でも週1できれば週2をね、僕もお勧めしておりまして、インスタライブをやる前と後でのお客様の親密度とか、そういった変化とか体感で感じるところありますか。ありますね。だんだん私のことを信頼してくださってるなっていう感じはすごく受けていて、そんなにものすごい人数じゃなくても来てくださってる方っていうのは必ず来てくださったりとか、来れなくてもアーカイブをご覧になっていただいて感想をいただいてますね。最初の頃は同時接続数もすごく少なくて、本当にこれでいいんだろうか、大丈夫なんだろうかって思ってたんですけど、5ヶ月続けてきて感じたのが、継続ってすっごい大事っていうのを本当に実感してるんですよ。継続することで、最初の頃なんとなく私を知った状態から、この人に聞けば絶対教えてくれるっていう状態に変わってきてるっていうのは実感してますね。なるほどですね。ライブとかもちょっとやってすぐやめちゃう方ってものすごい多いんですけど、ちゃんと3ヶ月4ヶ月継続していくと、本当のねその凄さっていうのが身をもってわかるというか、売上として返ってくるっていうのはもちろんそうだと思いますし、継続っていうところですよね。普段ライブのテーマとかはどういう風に考えられてたりされますか。週に2回やってるので、毎週いろいろ変えてるんですけど、例えばご覧になっていただいてる方のリクエストに答えたりっていうこともありますし、講座的な時もあるし、私は発音特化して教えてるので、どうして音から学ぶのがいいかとか、私が全然できなかった時の話とか、教育の部分で2回のうちの1回は使ってるんですけど、もう1回は私が実際海外のドラマで英語ができるようになったので、どんな風にしてできるようになったのかっていうのをドラマのセリフを使って解説する講座的な感じでやっております。これ結構面白い切り口ですよね。インスタについてもいろいろお伺いしてきたんですけど、販売動線っていうところもねお伺いしていきたいと思うんですが、今インスタから LINE に登録いただいて、そこからの流れっていうのもあると思うんですけど、7月に月102万円という売上を達成するにあたって、 LINE の施策でもこういうのをやったのがすごい反応良かったん
んじゃないかっていうものとかありますか？7月はローンチ動画を完成させたっていうのが一番大きくて、私は英語を発音をメインとしてやってるんですけども、どうすれば喋れるようになるのかっていうのを気になってる方が多いと思ったので、このステップを踏むと喋れるようになりますよっていうのを3話に分けて動画を作ったんですけれども、その動画が完成して毎日決まった時間に流れるようにっていう風に設定して、見逃した方のために3話が一遍に見れるようなものを最後に流し、そのおかげでおそらく7月は売り上げがいったのかなっていう風に思っています。素晴らしいですね。実は初回コンサルの時にね、受講生の皆さんにもローンチ動画って言って15分20分ぐらいの PR 動画をねしっかり作ろうっていうのを僕お伝えしていて、それを作るとお客様に対しての教育であったりとか信頼構築がスムーズにかかっていくので、それを見た後の個別相談とすごい制約率が上がったりとかね。ちなみに今ニーナさんは販売方法は個別相談っていう形で販売されてらっしゃる感じですか？はい、個別相談と、あとはいろんな講座がある中で私が作った独自のメソッドの発音講座の体験をしていただくという形で、無料体験と個別相談という流れでやっております。あとインスタか LINE を登録いただいて、そこからローンチ動画を見ていただいて、そこから個別相談に来たりとか、そこですぐに来なかった方も LINE からもライブに見てきてくれて信頼関係構築されていってっていうね、いい意味で循環がね回っているかなというところなんですけども、商品提案とかセールスの部分でね悩んでるって方も、本田が見てくださった方にたくさんいらっしゃると思うんですが、商品提案とかをするときに意識しているポイントとかもしあれば教えていただけますか？商品提案はですね、最初の頃は高額の商品を提案するのがすごく抵抗があって、最後の金額を言うところでちょっと上りがちになってしまったりとかおどおどしてしまったりとかあったんですけど、だんだんやっていくうちに自分の商品に自信を持ち始めた。もともと自信はあったんですけど、やっぱり抵抗があったんですね。自信を持って提供するっていうことが大きいのかなっていうふうに思っていて、そうは言っても高額だと考えさせてくださいっていう方は絶対いるので、そういう方のために商品を増やしたんですね。商品のコースを増やしたってことですか？コースを増やしました。メインの高額の商品から、あとは高いなっていうふうに思われる方のためにモニター価格として半額の商品をご用意しまして、それでもまだまだ高いなという方のために誰でもお手軽に手が出せるような講座を用意しました。なのでお断りされる方が本当に少なくなって、今までだったらお断りで終わっていたものが、最終的に一番手を出しやすい講座これにしますっていう感じで終わるっていうことが多いですね。なるほどですね。ラインナップを増やしていくことで全体的な制約率も底上げをしていくこともできるし、高額ではなかなか資金的に買えないという方にもしっかり価値提供できるコースを用意されたっていう、これはマーケティングで言うとダウンセル戦略って言ったりするんですけども、動画見てくださってる方もすごいこれは取り入れていただくといいポイントかなと思いますね。今日ねインスタグラムから LINE のローンチ動画の試作からセールスの、ね、ファネルまで詳しくお伺いしてきたわけなんですけども、概要欄にもニーナさんの LINE 公式アカウントとインスタグラムのリンク貼っております。こちら特に LINE 公式アカウント登録いただくと、ニーナさんどういう感じでローンチ動画撮ってるのかなっていうのも単純に勉強になりますし、英語をねこれから習得していきたいという方に関してもね、なんと今だけ特別プレゼントがあるということで、こちら無料特典プレゼントの詳細も教えていただいてもよろしいでしょうか？今ご登録いただけると、英語がペラペラになるためのステージっていう動画が1話2話3話という形で毎日届くようになっていまして、それプラスネイティブフレーズ集100選というものが届くようになっております。それと合わせて発音の大事さが5分で分かる PDF っていうものも届くようになっております。超豪華特典がね無料で受け取れるということですので、こちらもぜひね皆さんチェックしてみていただけたらというふうに思います。ということでニーナさん、本日はねお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100に集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめたこちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡しています。一つずつ解説していきます。まず一つ目、 LINE かけるインスタグラム超集客を完全講義マニュアル動画2本分、こちらにプレゼンしています。二つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。三つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー、公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらもプレゼンしております。四つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼンします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍。そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE かけるインスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会ご案内させていただいておりますので、今すぐ申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。